初乳は、分娩後数日間に分泌される乳汁。ただし、初乳の期間は、学術上明確になっておらず、分娩後最初の乳汁のみや、分娩後5日目まで、分娩後1週間以内、分娩後10日目までと、様々な解釈があり明確な定義はない。初乳は、生理的上乳であり、その後に分泌される乳汁とは、組成が異なり、固形分、タンパク質、脂肪、 海分が多く、乳糖は少ない。特に抗体や、イグフや EGF、NGF などの成長因子が多く含まれることが特徴となる。また、初乳はその後の乳汁と比較して熱による凝固を起こしやすい。日本では分娩後5日までの乳汁は食品として流通させることを禁止されている。母体での乳汁合成は分娩前より開始されているが、 エストロゲイやプロゲステロンの作用により分泌が抑制されている。人の初乳は、その後に分泌される母乳に比べて少し気味がかっていて、量もわずかしか出ないが、この中には分泌型免疫グロブリン A、ラクトフェリンなどの成分が多く含まれ、新生児の喉や消化器官に免疫力や殺菌力を与える。初乳の特徴となる抗体は、種による、 配合割合が変わり、体盤におけるの抗体異構能の違いにより、以下のように分けることができる。初乳は、牛の初乳に対する研究が進んでおり、人への効果として、以下のような報告が上がっている。日本では、初乳の成分であるラクトフェリンや乳製、オリゴ糖の成分的研究や、初乳の活用法研究する、産官学連携のコンソーシアム、 食品として利用可能な6日目以降の牛の初乳の研究が報告されている。諸外国においては、牛やヤギ、馬などの初乳をサプリメントとして商品化している。しかしながら、日本においては、初乳を使ったサプリメントは少なく、乳製やラクトフェリンなど、初乳に多く含まれる成分や類似したものが商品化されている。牛の初乳を使ったサプリメントとして、米国で、 トランスファーファクターが作られており、日本でも販売されている。また、犬や猫などペット向けの初乳サプリメントとして、日本ではペテルナが販売されている。ありがとうございます。